ーロッパのチームで、はい、その中で大きな選手を中心にピックアンドロールを多用するこのラトビア相手にまず日本のボールから始まりました。オフェンスリバウンドからの14秒、もう1回安間広げてスペースを空けて自分で行きます。ストラウトまで自分で行きます。このリバウンドを取ってここから早く行きたいところですが、マウリ・ステファニーにつながった。いい、ね、これが一つ武器なんですね、はい、これが日本チームになって、はい、しかもその後ドライブ行くときにしっかり相手の前に体を寄せてシュートを入れたのもなかったと思います。はい、これはうまいアタックからのリバウンドからの10秒、安間がコールを送りながらオコエのピックを使うショート短い距離からのフリースローラインから打ってきました。これもオフェンスリバウンドからでしたね。ホールベレ3を自分で打ってきます。今結構ラトビアがスリーポイントだったり、ここでメンバーチェンジということになります。日本は全員変えます。宮崎がポイントガードに変わります。そして久しぶりの代表のゲームということになります。今よく入れてきましたね。いや本当によく入りますね。お、渡嘉敷早速やり返しました。その時が1勝1敗。このヤコブソネがかなりのプレータイム出ていました。お、奪った平下、ナイスフォローです。そこからフォロー来ている。お、ファルあった。そして東堂バスケットマウント、強いですね。前に行った時からもう3人行ってましたもんね。はい、しっかりフォローしてここでファールをもらっていても決めきる、はい、渡嘉敷選手の中でのプレー、なかなかああいうプレーをできる選手はいない。おー、平下またいいディフェンスだ。いいカバーしました。先ほどもそうですけど、この平下の4人こういうプレーをしてカットされていくとラトビアの得意としているピックでこういうプレーをするのが怖くなってできなくなって、はい、ラトビアらしさがなくなっていくので大事ですね。いい合わせ、はい、宮崎と渡嘉敷でした。ナイスパスでした。のゼロという数字、ヤコブソネに対してピラベルのピックを使って外、グルベ自分でアタック、強いですね。やはりインディアナ大で主力ですから。で、安間ここにいます。平下が左のコーナーにいますが、さあ平下選手が最初のシフトで攻守に素晴らしいところを見せました。東堂アタック、おー、うまい、ファールあった。バスケットカウントです。よく見て、ここからです。ノルクにしたよね最後、はい、素晴らしいです。いやいやいや、ゼロだとなかなか試合が大変になってしまう。ただリバウンドに必ず誰かが絡んでカバーしているので、はい、セカンドチャンスと渡嘉敷です。ラトビアタイムアウトをかけます。前半2回目立ちませんか。そうですね、リバウンド取った後しっかり決め切るということができているので、はい、いいと思いますけれども、もしかしたらこう選手の心情になかなかスリーポイントが入らなくて、はい、打たなきゃ打たなきゃ。今バネッセーサーがコントロールをしています。そして中でガルベ打てない。おお、これを決めてきた。このアレクサ・グルベ、ラトリアの大学生、リガストナティッシュ大学という大学生がこの代表に入って、おお、いいプレッシャー、山本です。ナイスプレッシャーです。しっかりノーマークができて良かったと思います。このアタックを防いで平下、そして宮沢、コーナーいた、本橋スリーどうか、来たー、チーム2本目のスリーが来ました。今、はい、しっかりノーマークができて、バブキナ、おー、このスリーはショートでエアボールになってしまいました。バブキナに再三プレッシャーかかるという展開、赤穂よく見ていた。ラトビアタイムアウトです。これも平下からでした、はい、よく見ていました。本当によく走りますよね。でしかも読みがいいわけですよね、はい、バブキナ3はどうか、コーナーから来ました。久しぶりに3が来たラトビアです。第1クォーターに5本決め、外空いた、安間3どうか、来ない、リバウンド、おー、赤穂頑張った。もう1回安間アタックに切り替える、セカンドチャンスを決めてきました。今目の前は
194センチだったんですが、ミスティエンコ相手に、ですからポイントガードはバブキナ1枚ということになります。バブキナポールベレというバックコート、お早い早い、宮崎選手らしいプレーができます、ね、そして今度は宮澤のディフェンス、渡嘉敷も前にいて宮崎引っ掛けた、ラトビアタイムアウトです。いい、なんか狙ってたような感じが、そうですね、だもしかしたらこのドライブでこう気持ち的に乗ってきて、ディフェンスでも、はい、あやっぱり、まあ、もちろんディフェンスからとは言われるんですけれど、はい、四方から全部から囲まれているという状況ですね。宮澤3は2本目来た、宮澤選手のスリーポイント、それから日本5人この後を入れ替えます。宮崎から赤穂、渡嘉敷3狙ってきた、来た、昨日の練習からほぼ3の練習しかやってないんじゃない、山本東堂、そしてマウリ・ステファニー、オコエ、さらには高田というラインナップなんですが、マウリ・ステファニーが奪って、うまいターン、うまいです。その中でもやっぱ両方でつながる部分はあるので、ここからです。よく見てましたね、ディフェンスを、ちょっと展開が早くなっています。高田スペースあります。ハンドロールに対するディフェンスは何種類かありますけれども、でもやっぱり、はい、今みたいにこうキックをさせないというのが一番、はいはい、いいことなので、ユーロ、ヨーロッパ選手権の予選がまた行われるということで、ここまでラトビア非常に好調です。吉田スリーは、おー来ました、しかもファールあった、バスケットマウントです。これもラトビアのディフェンスが止まりきれませんでした。吉田来ましたね、いいですね、吉田選手1つぐらい攻撃ができます。さあラトビアとしては明日に何かつながるような、しかしここでブリッジかけた、打ってくる本橋、いいですね、2本です、これで試合終了です。83対54、国際強化試合第1戦、日本ラトビアに快勝しました。第4クォーターは日本28点、ラトビア12点という内容です。